はい、皆さんこんにちは。ミラです。坂です。ブログです。ということで今日は引きずり鍋っていうものを食べに来ました。はい、引きずり鍋って何でしょうか。名古屋飯なんですよ。すき焼きですね。全国的に言うと。ただちょっとすき焼きと違うのは鶏肉のすき焼きになります。ということで早速。はい、行きましょう。すごい雰囲気いいよね。結構は。うまそう。いただきます。すごい美味しい。タレめちゃくちゃ美味しいじゃん。甘い甘辛のタレでプロテインの塊だし、プリプリ。見てください、糸こん。タカの好きな糸こんにゃく、私の嫌いな糸こんにゃく。嬉しいでしょ。あ、そう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 、私の分も食べる、うん、タレの味が、うん、で野菜もたっぷり、いろんな種類の野菜があって、ね、山の中だから野菜美味しい。めっちゃシャキシャキじゃん、うん、これ何、卵。どういうこと。卵お腹の中にまだいる状態の卵、あの殻でポコッと落ちてくる前の卵。え、今ゆで卵みたいな感じじゃないの。ゆで卵の白いところの食感じゃないの、黄色いところじゃなくて、ね、うん、レバーいただきます。うん、レバー全然美味しそうな顔してないよ。うん、牛肉のレバーまたちょっと違う。なんかね、鶏肉のレバーの方がよりこうドロドロしてる感じかな。うーん、なんと思う。でも全然臭みとかはないよ。あの食感が多分レナは好きじゃないと思う。だよね。うどんが締めのうどん。飛ばさないよ。いや、めっちゃ飛ぶよ。が、そうして落ちたらもったいないよ。もう全部落ちる。やば。ちょっと待って、ったか。1個も入ってない。奇跡が起きてない。全部ジュルンってやって、ドルルンってこっち出して。長く入れすぎた。あ、マジで。もうめっちゃ柔らかい。うん、そう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃうまい。すぐお店のね、横に中日パラグライダースクールっていうのがある。いい質問だね。鳥になってみませんか。あっちで今鳥を食べたばかりで、ここで鳥になって。これがあれだね、ここパラセーリングかな。お、だからここだ。ここから飛ぶんだ、ここ走ってって。テケ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 、ほいって感じ。でもやってみたいよ。猫ちゃん。猫ちゃん。おー、かわいい、ふわふわ、かわいい。舐めてくれる。あ、レナの手が美味しいのかな。美味しい。さっきなんか食べて、それが残ってるのかな。そうかな。かわいい。めちゃめちゃかわいいじゃん。ツリーハウスもあるよ。登っていったら壊れるかな。登れるんじゃない。やめよ。ビビりだな。やめよ。今からはデザートタイムだね、いつも通り。でも今日は長野県の松川に行って、そこでさくらんぼ狩りをやります。楽しみですね。うん、どれぐらい食べれるのかな。いや、もうポンポン腹ポンポン食べる。でしょ。元を取らなきゃいけない。チャチャン、すごくない？やば。すごっ。めちゃめちゃでかい。月瀬の大杉という名前、うん、この看板によると高さが40メートル、周りは14メートルで、年齢が1800年以上ある。やばくね。やばい。
道の駅ネバーランドという道の駅に来ました。でここでここ、ね、めちゃくちゃソフトクリームが美味しいのよ。だからそれを買いましょう。買いましょう。これこれ400円だよ。高いよそうだけどね、味は保証するよ。濃厚。何濃厚って言った濃厚牛の真似した濃厚何おじさん、おやじがいくどんどん親父になってるよね。そうそうそう、濃厚って濃厚だよ、濃厚と濃厚の間、濃厚。松川市農園いっぱいだらけだらけ、ね、高速道路のインターで降りた瞬間もう農園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 全部リンゴ狩り、さくらんぼ狩り、ブルーベリー狩り、なんでもなんでもある。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということでさくらんぼ狩りスタートです。わあ、やった。見て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 、やば、なんかもう宝石みたいじゃん。美味しそう。こんなさくらんぼいっぱいなってんだね。んてかこんな木にさ、こういう風になってるとは知らなかった。あのパックに入ったさくらんぼしか知らないから。うわすごいじゃん、そこも奥もめっちゃなってるじゃん。みずみずだね。おいしいよね。うん、あ、おい落とすな。うん、うま。これ何個食べれるんだろう。100粒ぐらいいけるかな。いけないと思う。チャレンジしましょう。すごっ、見てこれ。おお、これすごいよ。すごい世界だねこれ。やばやばくない、これ全部よ全部。これ一気にもう全部いっちゃえばやばい女だね。種飲み込んだらここで木ができるよ。見てこれすごくない。さくらんぼ、さくらんぼ。おバカさん、ここ違う種類。本当だ。ブラックチェリー、アメリカンチェリー。味が全然違う、食感も違う、もう無理だよ、はい、まだ、ね、まだ15分も経ってないよ。まだまだ勝負が始まったばかりだよ。あの人頭おかしいよ。何が？何が？ここは食べ放題だよ。時間が許す限り口に運ばなきゃいけないよ。それが食べ放題に来る人のマナーだよ。ノー。ノー高ノー。もう多分 100粒以上は食べてるね。うん、多分そうじゃない。もう正直今年さくらんぼいらないよ。だよね。もうさくらんぼ恐怖症だよ。ああ、食った食った。タカもタイムオーバー。タカも諦めたね。タイムオーバーまでギリギリまで口に運んだよ。ああ食べた、マジで食べた。また来年さくらんぼ狩りってことだね。食べすぎた。お腹がさくらんぼになった。ああお腹いっぱい食べました。さくらんぼ狩り最高だったね。おすすめです。で長野県とか山梨県いっぱいあるんだけど、基本的に予約した方がいいです。週末はねもう予約で満帆だったりするんで、僕らたまたま今日入れたんですけど、皆さん行く場合はねぜひ予約してください。私たちは今から車に乗って名古屋に帰ります。ということで、この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。